こんにちは、カワポンです。今日は法政大学の多摩キャンパスを受験する人に向けての動画になります。多摩キャンパスの学部は赤い枠の経済学部、社会学部、現代福祉学部、スポーツ健康学部になります。これらの学部では弁法の独立問題が出題されます。基本問題が多めになりますので、ここで実点を重ねると大きな差になってしまいます。さて、今日はこれらの学部の最近の過去問から実際に出題された難易度が低いものを3つ選びました。これらを完答できなければ弁法はまだ底分けしなければなりません。もちろんこれだけで決まるわけではありませんが、黄色信号と言えます。お正月ぜひ頑張ってくださいね。ではご紹介します。じゃあ、こちらです。多摩キャンパス学部から、最近実際に出題されたものです。少し見にくいですが、黒い枠が問題で、青い枠が選択肢になります。それではやってみてください。少し画面を放置しますね。30秒ほどです。どうでしょうか。回答に行きますよ。正解がこちらです。皆さん、完答できましたか。詳しい解説はごめんなさい、省きます。これは合格者のほとんどが回答できていると思われる問題になります。この3問が瞬間的に分かり全部正解だった方、このまま行きましょう。一つでも論点がわからなかった方、お正月、弁法頑張ってくださいね。まだ何とでもなりますから。それでは、今日は以上になります。ありがとうございました。